激流は、1994年のアメリカ映画。数日間の日程で川下りにやってきた、川下り経験豊富なゲールと夫のトム、息子のローク、愛犬のマギーの一行。道中で、ガイドのフランクに逃げられて立ち往生しているという、ウェードとテリーの2人に壊れ、2層で行動することになる。はじめは、仲良くやっているかに思えた2グループであったが、ゲールとトムは、 次第に二人の言動に異常性を感じるようになる。実は、ウェードとテリーは逃亡中の強盗犯で、フランクも彼らによって殺されていたのだ。ゲールとトムは途中で二人を置き去りにして、一家で逃げようとするが、ウェードに見つかり失敗に終わる。ウェードは銃で一家を脅し、ボートを一層にして、ゲールに焦がせ、逃亡用の車が用意してあるガントレットの先まで行くことを要求する。 ガントレットとは3本の川の合流点のことであり、水量が多く大きな滝つぼがあり、通行が禁止されている最高クラスの難所なのである。ボート一いとなった直後、森林監視員であるジョニーがグループに気づき、連絡と異なり3人での川下りの予定が5人になっているなどの些細な違いを、ウェードやゲールに確認するが、銃で脅された状況では真実を伝えられない。 苦肉の策で、ゲールが足で砂に SOS と描くが、ジョニーも会話に集中。直後、テリーが砂地の SOS に気づくと、足を一歩踏み出すことで文字を消してしまい、企みを阻止されてしまう。川下りの道中、夜になり疲れと緊張からウェードとテリーは交互に、紙を取り、焚き火を囲んでいた。隙を見てトムが所持していた、アーミーナイフで縛られていた縄を切り、 山川へと逃亡を図る。異変に気づいたウェイドに必要に捜索されるが、松明もないことから見つけることができない。トムが逃亡に成功したと思われたくないウェイドは一、芝居打ち、適当な山肌に射撃を行い、トムを射殺したように装い、夜が明けた。トムは明け方まで隠れ、ウェイドの実がトムの行方を追いつつも、できるだけ川下りも急がなければ、習い状況となり、 あえてトムを見逃すことにし、4名となったボートが出発する。ボートが出発後、近くにいたトムは、山肌で足を滑らせてしまい、川へ飛び込んでしまうとその音から、ウェードたちに見つかってしまう状況となった。川下りは再開されたが、ウェードだけは周囲を警戒し、ゆっくりとそして静かに進んでいった。ま一発、蛇行した上流と下流で、視界は遮られ、 トムが川に落ちる音だけは谷間に響いたが、その後に大きな音がないことから岩か何かが滑落したと感化され、トムはようやく安堵することができた。トムは迷子になってしまった愛犬のマーギーと再会し、山の頂上付近から枯れ草に火をつけのろしをあげる。ことで、自身が無事であることをゲールとロークの実に伝えことができ、激流を下る間際だったからか、ウェードとテリーには気づかれずに済んだ。 その後、ガントレットが近づいていることから、トムは山側から先回りし、改めてその激流の激しさと困難さを再認識した。なんとか祭祀を救うために、川の周辺を探索し、武器か使える道具はないかと考えていたところ、朽ちた給水塔と錆びたクレーンを発見する。一方、ガントレット直前に4名となったボートに、再び森林監視員であるジョニーが、 ボートで現れ、ガントレットに挑戦するのをやめること、そしてヘリにより輸送を指示し、指示に従うように告げる。どうしても川を降りたいワイドは話しても、無駄と考え、銃により、ジョニーを射殺し、その死体を川に流し、奴も言ってたろ、本当なら、自分もガントレットに挑戦したいってと悪びれる。ガントレットを乗り越えた直後、先回りしていたトムは、 絵文字で特定の箇所での停止を指示し、油断したウェードとテリーだけをボートから落とすことに成功し、その勢いから川の中に拳銃が落ちたことで、ゲールが拳銃を拾う。テリーは肩を負傷し、発見したトムをナイフで落とすのが精一杯であり、ほぼ丸腰のウェードと拳銃を持ったゲールとが退治し、ウェードは命乞いをするが、ゲールは空に最後の弾丸である一発を撃つが、 トリガーが空打ちしただけであった。拍子抜けしたウェードは、命乞いしたことを軽く後悔しつつも、再び後世に転じようとした際、ゲールがわざと空打ちをし、ウェードの本音を確かめたかったこと、ウェードが認識していた、通り弾丸が一発残っていることを告げつつ、ウェードの心臓付近を打ち射殺し、ウェードの死体が川を下っていった。すべてが終わり、当局に保護された、ハートマン一家。 捜査官がロークに事件の概要を確認し、両親の活躍を聞いたところ、ゲールはガントレットを乗り越えた偉大な母親であり、トムも常に家族のことを考えてくれている優しい父親であったことを語り、物語は終わる。ゲールハートマン主人公、夫婦離婚の危機にある。冷め切った夫婦愛と家庭を何とかしようと休暇を計画する。しかし完全に冷め切った家庭に、 実は疲れきっていた。凄腕のカヌー乗り。過去にガントレットと呼ばれる難所に挑んで仲間を負傷させた辛い経験がトラウマになっている。二児の母である。子供には優しいが、真の強い大人の女性。待ち受ける試練がもとで真の強さを見せつける。父親と対立するが、やがて夫が自分に冷めていたように見えたのは、自分を愛するが、あまりのことから来ていたと悟り。 和解する。トムハートマンいわゆる典型的なサラリーマン。厳格な人物のように見えるが、実は、家庭的で家族重い。性格はどちらかというと穏やかで根は優しいが仕事のことになると周囲が見えなくなるタイプ。仕事が忙しく、家族サービスをできていないのがたまに傷。家族から疎まれており、飼い犬からも無げにされている。物語の中盤で、犬はトムに心を開き。 懐くようになる。ローク・ハートマン小学生くらいの長男。性格はしっかりしている。家庭を帰り見ない父に反感を抱いている。ロークに近づいたウェイドに騙される。妹がいる。ウィラ・ハートマン・ロークの妹。妹は祖父母のところに留まり、川下りには同行はしなかった。マギーメスのおとなしめの犬、ゲールにはよく言うとお聞くが、 なぜか、トムには心を開こうとはしない。しかし、物語の中盤あたりで、トムの言うことも聞くようになり、心を開くようになる。ウェード売上金を奪い逃走していた若い青年。ゲールたちを利用しようと近づいて川を振ろうとする。川を下ることを条件に、ロークたちを人質に取った。優しい人物に見えたが、その凶悪な真の性格をあらわにする。 トムに川に溺れた時殴られた。銃を所持しており、ロークに見せたりよからぬことで、ロークの心を引く。ゲールとトムは、ロークの誕生日の時に、ロークに大金の金をあっさり渡すところなどを不快に感じるようになり、信用はしなくなった。銃を持っている時は凶悪そのものだったが、銃をゲールに取られた瞬間、弱気な態度に一変する。 ゲールを尾行したりとストーカーじみた行動がやがて狂気の本性へと変貌していく。テリー・ウェイドの悪友。腕には入れ墨をしている。森林監視員ジョニーかつてゲールたちが下ろうとしている。川を取り締まっていた。森林監視員。危険なガントレットの川下りを禁止している。ゲールたちにガントレットの川下りを見逃してほしいと言われるが、拒否したために、 ウェードによって命を奪われる。フランクトムの知人、ガイドを務めている。ゲールの母家庭が冷め切っていることに疲れ切ったゲールを心配している。悩みを打ち明けるゲールに優しくする一方で、お前の悩みなんて、そうやって離婚に逃げ込むのかいと厳しい言葉でとがめた。ゲールの父言葉を話すことができず、手話をする。警官バイオリニストロケッチとなった。 クートネー川急流下りの場面の多くは、モンタナ州クートネー川で撮影されたが、一部の場面は、同州フラットヘッド川の分岐点や、コロラド川のルビー色渓谷やオレゴン州南西部のローグ川などで撮影された。メリルストリープのアクションシーンは本人によるものである。第52回ゴールデングローブ賞。ありがとうございます。